がんもそろそろ迫っておりますけれども、いよいよミスもゆっくり休んだようで、今聞いたところうなぎを食べてきたそうです。おいくらだったのかちょっと想像つきませんけれども、ここでちょっとですね、大変遅くなりましたけれども、かぶっている傘なんですけれども、これは鬼を、先ほどミスが説明した通りですね、鬼の退散を喜んで先祖に蓮華をあげましたそうなんです。その言われから今は守護壇をかぶって踊っております。それと腰にですね、ミスは腰帯しておりませんけれども、五色の帯をやっております。これは五穀豊穣とですね、それから鬼の退散、悪魔払いを意味しているものと大先輩方から聞いております。なかなか難しい文豪でございましてですね、やっと昨日ホテルの中で勉強してまいりました。ただ本日はですね、皆さんと非常に仲良く楽しく笹の絵を見ていただきましたけれども、本日の演舞あと2曲で終了としますので、だいぶ半分以上は残念がってるようでございますけれども、早く終わった方がいいっていう顔の人もいらっしゃいますけれども、一つ5000円のほどお願いいたします。それではですね、帽子をお家をたたえる長者の山をご披露させていただきます。